君の脳に直接届く妄想のプライムです。鳴神学園7市続きをやっていきましょう。前回の岩下さんの話から続いてね、急にホッサーさんの話が始まったというところです。6人目、はじめまして。僕の名前はホッサー智春と言います。2年 C 組です。ついに7人目は現れませんでしたね。どうやら僕の話が最後のようですし、ちょっと気分を盛り上げるために場所を移動しましょうよ。これだけ待ってこないんですから、もう7人目は来ないでしょう。ここを離れても大丈夫だと思うんです。さあ皆さん、僕についてきてください。突然のホスタさんの申し出に僕は驚いて辺りを見回した。別に構わねえんじゃねえか、ここまで待ったんだ。7人目は来ねえだろうよ。そうね、ちょっと気分を変えたいわ。ここにいるのも疲れたし。いいんじゃないの、岩下さん。あんなことがあったばかりだし、気分転換も大事だよね。どこに行くんだろう、楽しみ。皆さんが行かれるのなら僕も依存はありません。あれよあれよという間にみんなが席を立った。どうした、何ぼーっとしてんだ坂上、行くぞ。あ、はい。進藤さんに促され、慌てて僕は席を立った。わー、もう真っ暗だね。で、どこ行くんだい、おっさくん。この集まりは旧校舎が取り壊されることを記念して持ち上がった企画ですよね。だから僕は旧校舎で話をしようと思うんですよ。旧校舎って立ち入り禁止ですよね。しかももう夜ですよ。夜の旧校舎か。この企画の締めくくりにはちょうどいいじゃないか。面白そうじゃない。レコちゃん、怖かったらいつでも僕に抱きついてくれちゃっていいんだからね。うふうふ、皆さんに喜んでもらえて光栄です。せっかくですもんね。今は立ち入り禁止ですけれど、そっと忍び込めばわからないでしょう。それに僕が話すのは、この旧校舎にまつわる話ですから、楽しみですね。冗談じゃない。これから旧校舎に行くなんてみんなどうかしている。あそこはこの鳴神学園でも特に怖い話が多い場所なんだぞ。なんでみんなはそんなに浮かれているんだ。坂上くん、どうしたんですか？怖いんですか？怖いです。別に怖くはありません。あそこは立ち入り禁止ですよ。一旦真面目ぶってみようか。あそこは立ち入り禁止ですよ。そういう問題じゃないです。これは犯罪ですよ。旧校舎は立ち入り禁止なんですから。そこに忍び込むなんて、怖いとか怖くないとか、そういうこと以前の問題じゃないですか。坂上くん、思った以上に真面目なんですね。驚きましたよ。それじゃあみんなを説得しますか。これは犯罪だって。いえ、そんなつもりはないですけれど。だったらちょっとした肝試しだと思って楽しみましょうよ。ほら、見えてきましたよ。さあ、旧校舎です。皆さん覚悟はいいですか？これからこの旧校舎のある教室に行きますから、離れないようについてきてくださいね。暗いですね。電気が通っていないから仕方ありませんね。皆さん、それぞれライトで照らしてくださいね。それでもやはり暗いですね。まあ完全に電源も落ちてますし、この辺りに街灯なんてありませんから、月明かりだけですもの。スマホのライトだけじゃ、やっぱり暗いですよね。うぷぷぷぷ。皆さん、足元に気をつけてください。結構床が腐ってますから。床を踏むと嫌な音がしますね。キーキーキーって、怨念が泣いているみたいですよ。さあ、着きました。この教室です。皆さん、どうぞ中に入って、適当に座ってください。座りましたか？それでは皆さん、話を始めましょうか。坂上くんはこの旧校舎にまつわるトイレの階段を知っているかな？トイレの階段には有名なものが多いよね。紙をくれと言いながら便器の中から出てくる青白い手の話。汲み取り式のトイレの便器から覗くギルリと光る二つの赤い目の話。血濡れになって死ぬと噂される赤いちゃんちゃんこの話。トイレの怖い話っていろいろあるよね。でも最も有名なのはやっぱり花子さんじゃないかな。なんか赤いちゃんちゃんこがそもそも今の世の中で通じないっていう今の子たちに通じないっていう話もありますよね。ドアをノックすると、誰もいないはずのトイレの中から、花子さんの声が聞こえてくる。そしてドアを開けると、そこに花子さんの姿が。花子さんの話は、名を変え姿を変え、全国に散らばっている。性別も違うし、名前も違う。どうして出るのか正体や原因がわかっているものもあれば、原因、謎に包まれているものもある。ただそのどれもに共通しているのは、トイレに出るということさ。だからトイレに出る不思議な霊の存在を、花子さんと呼んでいるんだよ。そして当然のように、この学校にも花子さんの噂はある。で、
これから僕たちでその花子さんを呼び出す実験をしようというのが僕の提案なんだけど。どうかな、坂上くん。君、やってくれるよね。やってみる、やらない。やってみましょうか。そうこなくっちゃ。きっと君ならそう言ってくれると思っていたよ。それじゃあ実際に花子さんが出るというトイレに行く前に、ちょっと僕の話を聞いてくれよ。これはもう何十年も前に起こった話なんだけれど、だからその話の真偽を確かめることはできない。本当に起こった話かもしれないし、もしかしたら作り話なのかもしれない。まあそれはもうすぐ僕たちがこの目で確かめられるわけだけどね。その事件の発端は、この教室で起こったんだよ。季節はちょうど今頃だった。蒸し暑い夏のある一日。その頃、期末テストで赤点を取った生徒たちが学校に残されていてね。補習のプリントをやらされていたんだ。どうだい坂上くん、君もテストで赤点を取ったことがあるだろう。ある？ない？よく覚えていない。よく覚えてないっすね。覚えてないって。君ってひょっとして反省しないタイプ？赤点で呼び出されても勝手に帰ってしまったりして。もしそうならやめた方がいいよ。先生に怒られるとか、そういうことじゃないんだ。なんでかっていうと、まあ僕の話を聞いておくれよ。なんかそもそも赤点っていうシステムがあったのかも覚えてないですね。赤点は取ったことないけど、赤点っていうシステムがなかったのかもしんないですよね。はい。その時、残された生徒は6人いたんだ。まるで今回の僕たちと同じようにね。男性が4人、そして女性が2人。彼らは放課後のひっそりとした休校舎の、クーラーもないこの教室で、汗を拭きながら補習に取り組んでいた。先生は時々様子を見に来るだけだった。でもね、ちょっと休養ができてしまい、後のことを他の先生に頼んで帰ってしまったんだよ。それがいけなかったんだ。頼まれた先生は何の気なしに約束してしまったんだね。その6人のことを忘れて帰ってしまったのさ。どういうわけか、その時の見回りの用務員さんも気づかなかったようでね。後で聞いた話だけれど、確かに見回りに行って、その時には誰もいなかったと言うんだよ。嘘をついているのか、それとも何かの力が働いて、一瞬だけ彼らの姿を見えなくさせてしまったのか。とにかく、この6人は誰からも忘れ去られ、この教室に取り残されてしまったんだ。ところで坂上くん、君今まで一度もトイレに行ってないけど大丈夫なの？ひょっとしてトイレに行きたいとかいうことない？ある？ない？まあ、大丈夫ですね。はい。あ、そう。その方がいいよ。それだけ？じゃあ話を続けるよ。それで補習で残された6人だけれど、いつまで経っても担当の先生が見に来ないから、だんだんと不安になってきてね。でも大事な期末テストの補習だったから、これを落とすわけにはいかない。それぞれ6人ともそれなりの事情があってね。これを落とすとクラブ活動ができなくなるとか、親が呼び出されるとかね。だから帰るに帰れなかった。ふと時計を見ると、もう9時を回っていたんだよ。でもそれがそもそも不思議なことだと思うんだ。どうして9時まで気がつかなかったのか。いくら集中して補習に取り組んでいたとしても、もともと補習を受けるような連中だよ。そんなに集中力が続くものだろうか。9時を過ぎるまで気がつかないなんて、異常だとは思わないかい。異常だとも別に思わない。まあ異常は異常ですよね。だよね。彼らもそう思ったんだ。その時点で素直に帰ろうと言えばよかったんだよ。でもそうはならなかった。代わりに、来なかった7人目に避難が集中したんだ。まあ気持ちはわかるよね。本当なら同じ体験をするはずだったのに、一人だけ逃げ出されちゃうね。それで、補習そっちのけで悪口大会になったのさ。あいつのここが悪い、あそこが嫌いだなんてね。盛り上がっていた時、ガタンと大きな音がした。ドアの向こうだ。先生か。そう思って慌てて席に着いたけど、誰も中に入ってこないんだ。不思議に思ってドアのストーンを覗いてみた。そうしたら、何があったと思う？学生カバン、何もなかった。学生カバン。廊下に学生カバンが落ちていたんだ。誰かが拾い上げ、そして言ったよ。これはあの人のカバンだわ。ってね。そう。7人目のカバンだったんだよ。もしかして悪口を聞かれてしまったんだろうか。6人は顔を見合わせた。まずいと思ったんだろうね。廊下に顔を出してみると、さっと誰かが階段の踊り場に隠れるじゃないか。7人目だ。散々なことを言われていたから教室に入れなくなったんだろう。謝るつもりでみんなは出て行ったよ。踊り場にはもう誰もいなかった。
だけど階段の上の方から物音がしたんだ。7人目は階段を上がってしまったんだ。みんなはそう思った。そして続いて上がっていこうとした時だよ。ボタイと何かが足元に落ちてきたんだ。結構大きくて、細長い筒状の物体だった。一人が拾い上げようとして悲鳴を上げた。それは人間の腕だったんだ。肘の関節から、ぶっつりと切り落とされているわ。女の子たちも悲鳴を上げた。でも冷静な一人が指差したんだ。作り物じゃないか、ってね。言われてみれば、切断面に一滴も血が付着してなかったんだ。色も白っぽかったしね。あいつだな。こんなことをするのは一人しかいない。七人目のあいつさ。みんなは怒って階段を登り始めた。するとまた何かが落ちてきたんだ。見ると、今度はもう片方の腕さ。もちろんもうこんなことじゃ驚かない。いい加減にしろ。もうわかってるんだぞ。口々に罵りながら階段を上がってくんだ。3階に上がってみると、トイレの明かりがついていた。逃げ込んで隠れたつもりなんだろうか。でも電気がついていちゃ、すぐバレるに決まっているのにね。みんなはトイレに向かって歩き始めた。すると、トイレの中から何かが現れた。それは廊下に倒れ込んで、みんなの前に姿を晒した。膝から下の足だったよ。みんなクスクス笑った。隠れているつもりなら、とんでもない間抜けなやり方だと思ってね。もうやめろよ。わかっているんだから。そう言いながらトイレを覗いた一人の声が途中で途切れた。トイレの中には誰もいなかったんだ。白々とした明かりに照らされて転がっているもう一本の足以外にはね。クスクス。その時、背後で笑い声が聞こえた。振り向くと、おかっぱ頭の女が立っていたのさ。笑い声は彼女のものだったんだろうか。それはわからなかった。だって彼女の顔は真っ白な仮面をかぶっていたんだからね。でも少なくとも仮面から覗いている目は笑っていなかった。そして彼女は彼を連れていたんだ。七人目の彼をね。それを見て、誰かが甲高い声、悲鳴を上げた。彼の手足は関節から先がなくなっていた。そんな生きているのか死んでいるのかわからない彼を、まるで大事なぬいぐるみを抱くように彼女は抱えているんだよ。そして彼女は固く目を閉じた彼の首を引きちぎったんだ。うわ。飛び散るはずだった血は、ただの一滴も出なかった。まるで老細工のようにね。それで少し彼らは安心した。七人目だと思っている彼もよく顔がわからない。もしかしたらそう思い込んでるだけで、彼女が抱いているのはただの人形ではないのか。彼女は引きちぎった人形の首をこちらに向かって放り投げると、トイレの中に入ってきた。転がる人形の首を見る。すると、それはまさに七人目の首だった。人形なんかじゃなかった。彼女が抱いていたのは生きた人間だった。次は自分たちの番だ。殺される。そう感じているのに、体が動かないんだ。足がすくんで動かないんだよ。6人にできたのは近づいてくる女の仮面を見つめることだけだったのさ。これで僕の話は終わりだよ。え、なんだか話が尻切れともだって。そんなこと言われてもな、実際に旧校舎に伝わっているトイレの花子さんの話はここで終わってるんだよ。ちなみにその6人がどうなったかって。見つからなかったんだよ。次の日彼らを補習に残したまま帰った先生も、後を頼まれた先生も、あの後夜中になって彼らを置き去りにしてしまったことに気づいて、問題が大きくなる前に旧校舎を調べたんだ。けれど彼らの死体どころか、一滴の血の跡さえも見つからなかったのさ。そしてその二人の先生はね、みんな勝手に帰ったと思ってほっとした。そして彼らをきちんと返したということで口裏を合わせたのさ。ひどいもんだよね。でも6人全員が帰宅していないからさ、先生たちは厳しく尋問されてね、やっと彼らを学校に残したまま忘れていたと白状したんだよ。でもさ、彼らは行方不明になってしまっただろう。それも6人揃ってだ。先生たちが何かしたのだろうってことで、警察も介入し、激しい取り調べを受けたのさ。先生たちは何も知らないの一点張りだったけれど、そんなことを警察が許してくれるわけもなくてね。あまりに激しい取り調べを受けたのか、そういうことに慣れていない先生たちは留置場の中で自殺してしまったんだわ。それで彼らはそのまま行方不明になったのさ。結局、その後6人の姿を見た者は誰もいない。死体は見つからないし、当事者の先生2人も死んでしまったからね。今も迷宮入りの謎の事件として、マニアの間では有名な話だよ。ただいなくなった6人が学校で補習を受けていたことは、クラスメートたちは知っていた。そしてその後すぐに姿を消したから、変な噂が流れるようになったんだよね。
旧校舎の3階にある女子トイレから変なうめき声が聞こえてくるとか、そこでいなくなった彼らの姿を見たとか、今も旧校舎では自殺した先生たちが彼らを探してさまよっているとか、眉唾者の怪しい噂もいろいろと広まったしね。それで、あれは花子さんの呪いだという話になったんだ。花子さんが6人を連れて行ったんだとね。あの6人が違う世界に迷い込んでしまったのか、それとも本当に花子さんの呪いだったのか、それはわからないことさ。恐ろしいよね、トイレの花子さん。これで旧校舎にまつわる話は終わりだよ。もっとも、6人が殺されるところなんて誰も見たわけじゃないから、信憑性はとても低いよね。でも僕はどうしてもあれが嘘だとは思えないんだ。実際6人の行方は未だにわからないままなんだし。どうだい、今から3階の女子トイレに行って、花子さんを呼び出してみようよ。坂上くん、君はさっき行くって言ったよね。それとも僕の話を聞いて気持ちが変わったかな。どうする、行くよね。3階の女子トイレに、まあ行きましょう。嬉しいな。やっぱり僕たちは友達だ。いや、僕はもう君のことを親友だと思っているよ。ぜひとも花子さんの謎を解明して、いい記事を書いてくれよ。そうすれば僕も鼻が高いからさ。たとえ僕が死んだとしてもね。さあ、それじゃあ行こう。僕たちは黙って席を立った。ふと、教室の時計を見ると、10時20分を指していた。やはりさっきの話は本当なんだろうか。少なくともあの時計は止まっている。あの時計の裏には、ドクロのようなシミがあるんだろうか。スマホの明かりだけでも十分に目が慣れてきた。これならなんとか移動できる。僕とホスタさんは、二人揃って教室を後にした。夏だというのに、風がとても冷たい気がする。それは僕が怖がっているからだろうか。まだここは1階だ。階段を上がる。なんて嫌な音なんだろう。歩くたびに床がきしむ。音量が僕たちのことを嘲笑っている声に聞こえる。僕たちは2階を通り過ぎ、そのまま3階への階段を上がった。階段を上がり終えて、角を曲がれば左側に女子トイレがある。僕たちは角を曲がり、目指す女子トイレに。電気がついていた。電気のつくはずのない旧校舎で、しかも花子さんがいるという女子トイレに電気がついていた。うわ、怖いですね、さすがに。どうする、やっぱり帰る。ホスタさんが僕の耳元で囁いた。声は上ずり、擦れていた。ホスタさんの体が触れてもないのに、彼の体の震えがしっかりと僕にまで伝わってくる。僕も体の震えを抑えることができなかった。何を言ってるんですか。あそこで新藤さんたちが待ってるんでしょう。何も怖くありませんよ。でも、それならもっと話し声が聞こえてもいいんじゃない。誰の声もしない。ホスタさんは彼らの携帯番号、知らないですか。知らないよ。初めて会った人たちだもの。坂上くんは知らないの。ええ、僕も初めて会った人たちばかりですから。そうだ。彼らはあそこで待っている、はずなのだ。だから怖がる必要は何もない。でもそれにしては静かすぎる。もう少し話し声が聞こえてきてもいいはずだ。風間さんや福沢さんがいるのだから。なのに、あたりを静寂が包み込む。聞こえてくるのは僕たちが床を踏む音ばかり。この全身を包む恐怖は何なのだろうか。ホスタさんもどうして震えているのだろうか。本能があそこは危険だと教えてくれているのだろうか。あそこへは行かない方がいいのかもしれない。どうする、引っ返すなら今だ。そしてこれが最後のチャンスだろう。どうする、前へ進むか、それとももう帰ろうか。女子トイレに行く、もう帰る。行きましょう。行かねばならない。なぜか僕は使命感に燃えていた。あの女子トイレは間違いなく僕のことを誘っているのだ。行きましょう。僕がそう言うと、ホッサさんが僕の手を握っていた。君は勇気があるね。僕は怖いよ。自分で行こうなんて言っておきながらこんなこと言うのはなんだけど、僕は怖くてたまらないんだ。大丈夫ですよ。あそこでみんなが待っているんですから。何も怖くありません。なんかさ、あのトイレに行くのは悪い予感がするんだ。彼らきっとあそこで待っていないよ。みんな花子さんに殺されちゃったんだよ。あそこに行ったら僕たちも殺されるんじゃない、殺されちゃうんじゃない。ホッサさんの手はじっとりと汗ばんでいた。そして体中から汗が吹き出してぬらぬら光っていた。頼むよ、僕のことを見捨てないでおくれよ。わかってますよ。僕が足を進めると、僕の手を握るホッサさんの手に力が入るのがよくわかった。
もうすぐ女子トイレだ。すると、突然トイレの電気が消えた。え？ひー、やばいよ。絶対にやばいって、もう帰ろう。ここまで来たんですから、もう覚悟を決めてください。覚悟決まってるな、坂上くん。おかしい。僕は怖がりなのに、こんな状況で何を言っている。まるで僕が僕じゃないみたいだ。僕の言葉に、大佐さんも覚悟を決めたのか、僕の裾を握って震えながらもついてきている。僕たちは女子トイレの前に立った。入りますよ。僕の言葉に、大佐さんは小さくうなずいた。トイレの中には誰もいなかった。しばらく使っていないせいか、何とも言えない、なんだろう、なんと変えた匂いがあたりを包んでいる。おかしいですね。他のみんなは先に来ているはずですよね。他へ行ってしまったんでしょうか。帰っちゃったんだよ、恐ろしくなって。みんなは帰ってしまったんだよ、きっと。だから僕たちも帰った方がいいと思うんだ。ここまで来たんだし、もう十分だと思うんだよ。ここまで来たからこそ、噂を確かめましょうよ。幸い携帯のライトもありますから。何十年も前とは時代が違うんですよ。自分で言っておきながら、自分の言葉に驚いている。奥から二番目のトイレ。噂ではあそこに花子さんがいるという。でも他も怪しい。とりあえず、僕は奥から二番目のトイレの前に立った。どうする？ノックしてみるか。まあ、するしかないよね。ノックする。確か3回ノックするんだったな。僕はさっき言われた通り、3回叩いてみた。返事は。嘘だろ。今ノックが3回鳴った。返事は返ってきた。間違いない。この中に何かいる。やめようよ、もういいよ。帰ろう、坂上くん。本社さんの顔は真っ青だった。うわー、びっくりした。その時、突然本社さんの体が宙に浮いたかと思うと、そのままものすごい勢いで天井に叩きつけられた。まるで、重力が逆転し、天井に落ちるような勢いで。痛いよ。痛いよ、坂上くん。僕は一瞬何が起こったのかわからなかった。本社さんの周りだけが真空状態になってしまったのか、彼は天井で苦しそうにもがいていた。何か、見えない力にぐいぐい押し付けられているように見える。助けて。ホッサさんは苦しそうにうめいたが、僕ではどうすることもできない。どうする？彼を助けようと試みるべきか、それとも逃げるか。いや、もう助けようと試みましょう。さすがに助けようと思いはしたものの、方法がわからない。手を伸ばしても天井には届かない。壁キックで。うわ。僕がどうしていいかわからずオロオロしていると、ホッサさんの顔が次第に恐怖に歪み始めた。なんだろう。僕は彼の視線を追ってみた。彼は僕の背後を見ていた。その途端、僕は背中に冷水を浴びせかけられたような恐怖を覚えた。後ろに誰かいる。僕はゆっくりと振り向いた。うわ、奥から2番目のトイレのドアが開かれ、そこに白い仮面をかぶった少女が立っていた。突然、頭の中に直接彼女の声が響いてきた。お前はあいつを助けたいか？彼女はゆっくりと天井に張り付いているホッサさんを指さした。僕はうなずいた。すると、また彼女の声が響いてきた。ならば、お前の両親の命と引き換えだ。もしお前に両親がいなければ、いずれ生まれるであろうお前の子供の命をもらう。それでいいか。仮面の少女は僕に究極の選択を迫ってきた。ホッサさんを助けるか。さもなくば僕の。冗談じゃない。助けてくれ。僕たちは友達じゃないか。お願いだよ。助けてくれれば僕は何でもするよ。ホッサさんは顔をぐしゃぐしゃにして泣いていた。僕の頭の中に響いてきた声は、ホッサさんにも聞こえたんだろうか。その声は、僕に選択を迫った。どうする？あいつを助けるか？それとも、どうすればいい？どうすればいいんだ？いやー、ここはまあさすがに家族に比べたらってなっちゃうんですけど、ここはね、助けるを選びます。ホッサさんを助けてください。僕は家族を見捨てたわけじゃない。もちろん家族も大事だ。この場をうまく取り繕えば、絶対に活路が見出せるはずだ。とりあえず今はホッサさんのことを助けなければ。僕はそう思い、とっさに答えた。彼女は仮面の奥で笑ったように思えた。ダメだ。しかし、彼女の反応は冷たいものだった。僕の頭の中に、そう響いた瞬間、ホッサさんの体は天井の中に沈んでいった。まるで、水面に身を沈めていくように、天井の中にホッサさんは飲み込まれていった。嫌だ、
やだよ、助けてくれよ。うわぁ。モッサさんの姿はあっという間に見えなくなり、あとはただの天井があるだけだった。この天井がホッサさんを飲み込んだなどと言っても誰も信じてくれないだろう。いや、それより先に僕が生きて帰れるかどうかさえわからない。彼女は突っ立ったまま僕を見て黙っている。あの仮面の向こうでどんな目で僕を見ているんだろう。僕は一体どうなるのだろう。でもちゃんと制服着てるからね、この女の子。トイレの花子さん。というわけでこのまま、7話目にね、繋がるんですね。お、これ、ここでセーブできるよ。ここでセーブしよう。はい。というわけで、じゃあ次、7話目、お楽しみにしていただけたらと思います。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。